はいどうもメシです。プロスペースやっていきます。さあということでアニバ第2弾来ました。こちら60連していきたいと思います。なんか今の変やったな。ってことで今回のお目当ての選手見ていきたいと思います。ソフトバンク柳田選手、ロッテ藤原選手、西武殿崎選手、日ハム伊藤選手、オリックス山本由伸選手、巨人岡本選手。岡本選手ね、守備だいぶ強化されてるんで、これめっちゃ欲しいですね。阪神藤浪選手、藤浪選手もねフォークからスプリットに変わってるんでちょっと注目してますね。広島鈴木誠也選手のメンバーになります。マヤクルトの奥川選手とかね、ちょっと将来性を考えて、まあ今当たっててもありかなと思います。ってことでまず1回目引いていきたいと思います。レッツゴー。さあ次よ、ピッチャー調子がいい。はいはいはい、まあ A は確定ですけど、まあこっから、はいはいはい、あーよろしくないよろしくない、あーもうそういうのほんまよろしくないわ。あこれ曲がる止まるやつやろ。あー登るんか、笑わない。あーいいじゃん、さあ2回目いきましょう。もう今日はポンポンいます。あーまあ月ないのはエグいって。あーもうほんまそういうのよろしくないわ。なんかガチャのなんか排出率みたいな変わったのか、俺はともともあれが悪いんか、ガチャの運が。松井選手、オッケーオッケー、いよいよ。さあ3回目、兄は1人確定です。さあ引いていきましょう。お流れ星は流れへんのかい。はいレッツゴー。まあ無料でねオースティン選手当たったんで、で抽選会のやつで松井裕樹選手のシリーズ2当たったんで、まあ、A ランクとか来るのありですね。さあ誰来るでしょうか。おっ、あー祖父選手、おさあラスト誰来るよ。待つ、あーちゃうってちゃうって、おいおいおい、せめて別のもん来いや。今年ちょっとアニバ闇でしかないかもしれんな。さあ4回目いきましょう。あ次よ、ここから。いやもうチッピッチャー調子くんかい。おいおいおい、えほんまに排出下がってない、そうでもないの、ほんまそういうのよろしくないって。おいおい、おあーあいよいよ A の岡本選手は OK。さあ5回目めちゃめちゃハイですね。次よ、絶好調とかけえへんのか。さあ来いでもいいやで。おいおい、ほんまにやばないか、優しくないよな無課金に。笑わへんしよう。え、そんなこうへんもんな、やばすぎん。ちょっとこれ闇しか見てないで。この兄は松井裕樹選手もさっき当たったしさ。はいってことで自チーム決めてきました。ですね、カープの鈴木誠也選手、はいカープの鈴木選手はタイトルホルダーで出てくると思うんで、まあ、それやったら今この中ではオーダーの更新がてらに柳田選手ちょっと今年は出てくるかちょっとわかんないんで、柳田選手狙いに行きます。ってことで自チーム柳田選手で行きましょう。寂しいなほんまに。え、そんなこうへん。あ待って、あー演出中飛ばしてもったな。お前せっかくのところで飛ばすか、やってるな俺。まあ柳田選手は確定でなんで、まあそこで S ランク誰が来るかっすね。お石川選手、それは OK、それは OK、 正午で使える。はいラスト柳田選手だけです。いらっしゃいませ。いやほんま闇しか見てない気する、去年の流れはどこへ行った。ってことでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。